おとぎ草子一寸法師。現在伝わっている話は、おとぎ草子に掲載されたものが元となっている。現在一般に知られている一寸法師のあらすじは、以下のようなものである。子供の内労夫婦が子供を恵んでくださるよう、住吉の神に祈ると、老婆に子供ができた。しかし、生まれた子供は、身長が一寸しかなく、何年経っても大きくなることはなかった。 子供は一寸法師と名付けられた。ある日、一寸法師は武士になるために家へ行きたいと言い、ご案を船に箸を買いにし、針を刀の代わりに麦わらを鞘の代わりに持って旅に出た。家で大きな立派な屋敷を見つけ、そこで働かせてもらうことにした。その家の娘と宮参りの旅をしているとき、鬼が娘をさらいに来た。一寸法師が娘を守ろうとすると、 鬼は一寸法師を飲み込んだ。一寸法師は鬼の腹の中を針で刺すと、鬼は痛いから止めてくれと降参し、一寸法師を吐き出すと山へ逃げてしまった。一寸法師は鬼が落としていったうちでの小槌を振って、自分の体を大きくし、身長は六尺になり、娘と結婚した。ご飯と金銀財宝も打ち出して、松台まで栄えたという。しかし、 おとぎ像紙に掲載されたものは今のようなこととは少し話が異なっている。そして他の資料に森岩は残されており、長者の娘への策略は江戸時代に表された深刻銅随筆にも見え、記録されている。現在伝わっている話がいつ成立したかは未詳であるが、室町時代後期までには成立していたものとされる。小さな子のモチーフは日本においては、 日本神話の少な彦こがその源流と考えられる。少な彦こは、日本霊域の道場防止、天神演技の菅原道真を媒介し、中世の高徳の宗師、近世のおと木宗師の一寸法師にまでつながっていく。国土造精神少な彦こが水辺に出現したように、昔話の小さ子の主人公も何らかの形で水界と関わっており、水人にまつわる。 基礎信仰の存在が指摘されている。年老いて、子がない子と自体共同体の中では異端であり、その異端者が神に祈願してすねから生まれたりニシの姿で生まれたりする異常な出生は、英雄や神の子を語る時の常でもある。おとぎぞうしの一寸法師が有名になったことで、各地に伝わる小さな人が出てくる民話や伝承も、一寸法師と呼ばれるようになった。江戸時代には、 一寸法師の名は、背の低い人間に対する差別用語としても用いられ、妖怪をテーマとした、教科百鬼夜教、教科百物語などの教科本では、一寸法師が妖怪の一種として読まれている。なお一寸法師が住んでいた、津の国南馬の里とは、現在の水戸寺から南馬付近と言われている。また、おとぎうしには、住みなれし、 南波の裏を立ち入れてとへ急ぐわが心かなとあるため、湾に乗って県に向かって出発した南波の裏は、現在の道頓堀川だと言い伝えられている。大国主名が少な彦名の助力により国づくりをしたように小人は巨人とペアになって、英雄の属性たる力と知恵をそれぞれ分け持つことが多い。巨人が知恵の欠落により木や笑われ者へと転落するのに、対し。 小人は口を働かせて最後は成人の姿になりめでたく家に帰還する。社会層にとっては力よりも現実的な混乱をするりとかわしていくコーチの方が求められたのだろう。小アッパだからこそ悪質ないたずらも許される。昔話の狡猾社団、評約師には英雄にあるべき正義のかけらもないような狡猾な悪者としての主人公のわらしが登場し、 雇い主の金持ちを徹底的にやっつけ殺すその手口は一寸法師に似ているものの悪質である。わらしは次々と嘘をついて主人を騙し、ついには包みに突き落とし殺し、おかみさんと無理やり夫婦になってしまう。嫌がるおかみ様と無理やり夫婦になったどさ。どっと払い。と語り収めるその語り口はどこかユーモラスであり、パロディとブラックユーモアに満ち満ちている。 嘘と虐殺によって、富と女を手にする俵、薬師の少年は知恵によって、鬼の宝と女を手にする一寸法師の裏の姿で、あり、小さご神の末裔に他ならない。ひょう、薬師の少年の残虐性は、罪もない偉人に向けられている。ただ通りがかっただけの座頭、眼病闇の小敷といった弱者でさえ騙し身代わりとして、殺してしまう。ここに、 偉人たちを撲殺し代償として成り立つ、村の暗い一面が照らし出されている。悪質な知恵の働きを笑いとユーモアの中に語る、ところに、知恵の破壊的な超秩序な側面が示されるとともに、村の共同体の複雑さがある。知恵は、正義や、潔さを無意味化し権力の維持にとって、重要な安定した秩序を笑い飛ばす危険なパワーを、はらみ持つのだという。 少なひこなが国土創造神であり実は薬作り酒作りなどの科学技術の創造神であったのも知恵が単純に文化秩序を象徴するわけではないことを物語っていると協立女子短期大学講師井の又時和は,は分析する小さ子が活躍する話としては全国に分布し一寸講師すねこたんぱこアクト太郎豆助指太郎豆一五分太郎 三分だけ、一寸、小太郎、谷氏、カタツムリ、カエル、アイヌのコロポックルカムイ、キジムナー、ケンムンなど、誕生の際以上に小さい点では、桃太郎、ウリコ姫、カグヤ姫も類縁関係である。鬼退治、結婚の策略、樹具の要素をめぐって、バリエーションが多い。スネ指からの誕生や小動物の誕生から、策略による結婚への展開は古く、 おとぎ造うの一寸法師型よりは新しい。中国、四国地方に昔話の流行の跡を残す。小説漫画映画 TV アニメ漫画日本昔。話における一寸法師ゲームテレビウィキメディア、コモンズには一寸法師に関するカテゴリーがあります。一寸法師に関するカテゴリー。ありがとうございます。